おはようございます。森のゆカフェのゆかです。今日はね、これからあと1時間後にお客様が来るという状況で、撮影をしようかなと思ってるんですけれども、今日ね、リトリートランチをお出しするんですね。で、それの、準備をしております。で、その様子をちょっとお届けしたいと思うんですけれども、時間がね限られているので、どこまで撮影できるかわからないんですけれども、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、ではまずですね、お味噌汁、これから作っていきたいと思います。いつもね、もうちょっと早くお味噌汁作っている状況なんですけれども、これからですね、やっていきたいと思います。今日はえのきですね、えのきを入れていきます。だしは干し椎茸と昆布でだしをとっているんですけれども、えのきと今日は白菜とですね、あと人参を入れたいと思います。はい、えのきを入れました。で、次に白菜切ってあるんですけども、これを入れていきます。で、最後にこちらの人参切ってますね、こちらを入れていきます。はい、で、こちらにこちらのだし、干し椎茸と昆布のだし汁を入れていきます。で、火にかけます。もうちょっと足りないのでお水を出していきます。ちょっとお塩ね、入れておきましょう。はい、これでね、と煮えるまでコトコトとやっていきます。はい、ではですね、次は、昨日のうちに用意しておいたささみですね、ささみをすりごまとですね、梅で和えたものがあるんですけれども、あとちょっとマヨネーズが入ってるんですね。で、こちらに、ちょっと彩りと思って小松菜を足してみようと思います。で、小松菜も茹でてまして、水気も絞ってますので、こちら切っていきます。で、こちらをボウルに入れていきます。絞りました。こちらをボウルに入れて、で、ここに、こちらのささみを入れていきます。どうしようかな、ちょっと様子を見ながら全部入れちゃうと多いかな。で、ちょっとですね、調味料を足したいと思うので、こちらが練りごまとマヨネーズと、あと、柚子胡椒ですね。これ、この前ご紹介した伊佐治さんっていう何でも作る方が作ってくださった柚子胡椒なんですけどね柚子胡椒ですよ、すごいですよね。で、こちらの柚子胡椒をちょっと入れました。アクセントになるので、はい、で、これを足しますね。もうこれね、事前にあんまり早めにやっちゃうと水が出ちゃうんですけども、もう時間的にね、間際なので、お出しする間際なので、全然あえちゃって大丈夫だと思います。で、こんな風にね、あえてしまいます。これで完成です。はい、では次、白玉をまたね作っていきたいと思うので、白玉測ります。60g して、豆腐、木綿豆腐入れていきます。こちらの木綿豆腐を入れていくんですけど、最初にまず同量ですね。たくさんに出すときとか、前もって作っておけるので、すごいね、便利なんですけど、ただ普通にお水でやるよりは、コツがいるというか。ちょっとね、粒感が残ったりとかしやすいので、結構丁寧な作業が、もうこんな差し迫ってる時間なのにこんなことをやるっていう結構無謀なことをしてるのかもしれないですけど、ついついねやってしまいますね。で、こんな感じでね、なんかね、おからみたいになるんですよね。で、これがまとまるのかっていう感じなんですけど、まとまっていきます。で、今60、70なんですけど、70、ちょっと豆腐が多めなんですけど、
となくあと20ぐらい入れたいところなので、あと20入れていきます。で20もう適当ですけどね。はい、今17、あ、20入りました。これで27で60、70、60、90ですね。白玉粉60に対して、豆腐が90ですね。そうするとこうやってギュッとこねていくんですけどねこの時に実はね、爪に白玉が入るっていう問題がありまして、今日ピップの個人セッションなんですよねこんなことしてていいのかっていう、爪の中に白玉粉が入った人がピップのセッションするってどうなのかっていうね、思いながら心の声をこうやって口に出してしまってますが、はい、こんな感じにまとまってくるんですね、なんか陶芸みたいなこんなことしてる人いるんですかね。来客もうあと30分な時にこんなコネコネしてますっていう、まあそうこうしてるうちにお味噌汁がねできてきてるので、後でお味噌を溶きたいと思います。はい、できました。まあ、こんな感じでね、とりあえず丸める時間が取れるかわかんないので一回ここで置いときます。はい、では白菜とか、まあえのきと人参ですね、こちらいい感じになってきたので、こちらにお味噌を溶いていきます。で私ね、お味噌溶くときって、これ使ったり、あとザルみたいなの使ったりするんですけど、ちょっとこう温めてふやかしておくんですよ、こうやって。で、このまま置いといて後で溶かすとなんかいい感じに溶けやすいっていうね、私の本当独自のやり方です。はい、なのでこれで終わりです。はい、次はですね、コロッケの衣のための、米粉の溶き汁っていうんですかね、溶いたものを用意したいと思います。2人分なのでとりあえずかな、とりあえず米粉30、これね、米粉によっても水の量って溜まってくるんですね。なのでこう水を入れた時にどんな感じになるかが一番大事です。レシピ通りやったのになんかうまくいかなかったとかねあるんですけど、とりあえず同量にしてみます。同量だとねっとりしてきましたので、あと20かな、20ちょっと超えたけど、いつもね使ってる米粉じゃないんです、これ。ちょっと足りなかったのでスーパーで買ったんですけど、やっぱり違うんですよね。いつも同じもの使えればそれで問題ないんですけど、もうちょいですね、水あと10ぐらいかな、トータル30、これでなんか良さそうです。手に付けた時にこう手に残るような感じですね、これがいいかなと思います。はい、はい、あと30分切りました。最後かなコロッケです。コロッケに衣をつけていきます。これね、衣までつけておかないとちょっとバタバタしてしまいます。さつまいもね、レンズ豆でね、ちょっとねクミン使って、なんだっけ、クミンとターメリックでカレーっぽくしてます。カレー味、はい、丸めていきますね。でうちは少ない油で揚げるので、あんまり分厚くしない、なるべく小さく、あとまあね火が通ってるので、そんなに神経質になることはないんですけど、はい、あともう一個これをではこちらにつけていくんですけど、これね沈殿してくるのでちょっと混ぜますね。さっきのねこれトロトロのやつでザバッとちょっとねやっていきま
全体に来ました。これをこっちに行きます。もう一個ザバッと行きますね。はい、ザバッと行きました。これをこっちに行きます。はい、で最後ザバッと行きます。ちょっとね、最後の置き場所がないので一回ここで待っといてもらって、こちらをねつけていきます。今日はコロッケと和え物と味噌汁と、あとマリネか、あと粗めがありましたね。一汁三菜、なんか今日はね寒いですけどすごいいいお天気なので、はい、できました。あと揚げるだけかな。ちょっとねギュッとしておくといいですね。できました、はい、こんな感じです。はい、はい、あと20分です。実はちょっと一つ忘れてました。大根を千切りにした、粗めの千切りにしたものを放置してました。これをあの鶏肉と小松菜と一緒に和える予定だったので、今速攻であの軽くマリネしております。このマリネしたのを後であえてあのお出ししたいと思います。はい、はい、あと15分です。ちょっと白玉を丸める時間ができましたので、ちょっと丸めておきたいと思います。時間あったかな、なんか抜けてるかな。今ね水星逆行してるんですよね。なのでなんか、あ、忘れてた、あれみたいな。ありがち。ありがちですよ。あー、でも、一個今思い出しちゃった。庭の水やり。どうしよう。今からやった方がいいのか。でも、冬ってそんな頑張って水やりしなくても、なんか、1日2日。いや、まあ、ちょっとお花はね、心配なんですけど。割と平気だったりするんですけど、最近雨降らないですもんね。割とお天気続いてますし、明日からちょっと春っぽい陽気だって言われてて、体ついていかないっていうかね。話してみる、ね、丸める作業結構好きで、何ですかね、佐賀、丸めるのが好きな将軍ですか、なんだろう。とりあえずここまでできとけば大丈夫かな。はい、はい、今日は VIP の個人セッションなので、テーブルの上には VIP しかないです。なんか不思議。タロット引いてみたいと思います。引けるかな。これでのカード、輝きのカードですね。おー、キラキラ。ピップと一緒に輝いちゃうかな。楽しみです。では。